はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日は白猫プロジェクトをやっていきたいと思います。白猫プロジェクトなんですけれども、せっかくアニゲラ、いやもう今更なんですけど、アニゲラと杉田智和さんのアニゲラドゥーンだっけ、っていうラジオ番組と白猫プロジェクトのコラボイベントがあるので、アニゲラ級をやっていきたいと思います。オーガくんソロでいきたいと思います。なんかガチャも来るみたいだから、なんかまあちょっと前哨戦みたいな感じでやっていけたらなと思っている次第でございます。はい、助っ人はいらないか。はいはい、音楽全体でいきたいと思います。一回やったんだけれども、アジルス級じゃないアジルスはキャラクターだと、アニゲラ級より下の破滅級の方がちょっと面倒くさくて大変だった。寸止めしなきゃいけない。まとめてかかってこいや。そんなにね難しくない。全然一人でも。やばいやばい、今すごい。はい、ちょうどなんとかしたのに。私クマさんすごい嫌いなの。全然ね、だからうちへおいでよって施設あるじゃない。全然爆弾階なの。でもうちへおいでよの施設も全然簡単に生きるんで、マックス諦めるな。命は一つしかない。シャドウイン、私このなんかさすがに苦手ないよ。するらしくて、すごい個人的にはゲームすごい好きだから、なんかすごい結構食らってんね。やば、ゲームすごい好きなんで、なんか聞いてみたいなって思いました。なんかさ最近タッチのあれ悪いんだよ。普通に押してんの。サボリアク、最高ボスだぜ。ムカデか。ムカデはでもウーバくんのスキル一発じゃない。オッケー、気持ちいいぐらいの終わった。
マジですのね、すごいあのドラゴンライダーが欲しいのですごい楽しみにしてます。アニゲラでルーンもね、13個コントーンルーン、アニゲラルーンかもらえる。しかもその後のさ、ストーリーがそして現実へってめっちゃドラクエのパロディで、そしてそして現実へ、そして伝説へってドラゴンクエスト3であるんです。あ、コラボだ、コラボってパロディーだと思ってちょっと嬉しくなった次第でございました。でもなんかラジオ内でもいろんなゲームのなんかパロディーっていうかね、なんか名ゼリフをパロったのとかあるみたいなのを調べたら書いてあったんで、すごいゲーム好きとしては聞いてみたいラジオだなと思いました。さあ、はい、そんなわけで今日のコーデでございます。今日のコーデはジュエティっていうブランドなんですけど、大好きなジュエティってブランドの、半袖、秋物なんですけど、半袖でワンピースです。ここにね、白くなんかシャツ生地がね、こうあってね、可愛いんですよ。全然、ね、もう暖かい日、昼とかだったらこれにライダースとかで、甘辛ロックコーデとかでなんか行ったらすごい可愛いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあちょっと夜はちょっとね、半袖だと寒いで難しいと思います。はい、ございます。はい、まみチャンネルスイッチやってるのでよかったらフォローしてください。みんなで協力プレイ募集したりしております。あと YouTube のチャンネル登録の方もお待ちしております。チャンネル登録月4万人目指してるのでよかったら応援してください。登録することによって動画の更新通知が来ると思うので、よかったらそちらどうぞやりたいというわけです。あとコメントも随時お待ちしております。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。